はい、今回はね、TikTok のあまり知られていない招待制度、こちらに関してお話していこうと思います。ルルカもつい最近 TikTok の方を始めました。概要欄の方にね、ID など貼っておきますので、よろしければフォローしていただきたいんですけれど、そんな TikTok に紹介制度があることを知っていますか？これね、あまり知られていないと思います。ルルカもつい最近 TikTok をダウンロードする際に、まあ、せっかくね、TikTok 始めるのであれば、なんか招待制度ないかなっていうふうに調べた時に発見しました。招待制度なんですけれど、利用する方法が気づきにくいです。まあ、これもうちょっとね、わかりやすく表示していれば、いろんな方が TikTok の紹介制度使うと思うんですけれど、かなりわかりにくいので、使ってる方ってほとんどいないと思います。その招待制度の使い方なんですけれど、まずこれ TikTok のメニューを開くと、下の方におすすめだったりトレンドだったり、こちらのトレンドを押します。すると、上の方にいろいろなバナーが出てくると思います。で、バナー切り替わっていくんですけれど、切り替わって、こちらです。この TikTok クーポンと呼ばれるもの、こちらが招待制度になります。今のバナーも相当ね、スクロールしないと出てこないということで、まず気づいていない方、知らない方がほとんどだと思います。この TikTok クーポン。で、知ってる方でも使い方がわからない方ってかなり多いんじゃないかなと思うんですけれど、これがね、TikTok の招待制度になっていて、まずこの TikTok クーポンを開いてもらうと、こういうふうにね、いろいろなクーポンが出てきます。お得なクーポンって呼ばれるもの。ここだけ見るとね、何が招待制度かわからないと思います。まあ、とりあえずね、自分の好きなクーポンを見ます。まあ、ルルカであれば、オートヤ好きなんでね、オートヤを押してもらいます。そうすると、オートヤのクーポンの方が表示されます。まあ、500円クーポンね。で、このクーポン、2000ティックポイントで500円分のね、コードと交換することができる形になっています。で、その下の方なんですけれど、これがね、ルルカの招待コードになります。これを登録してくれると、ルルカに1000ポイント。で、登録してくれた方に500ポイントだったかな、入る形になってんのかな。まあ、この辺のポイントに関しては、キャンペーンとかもあったりとかして変わるらしいんですけど、招待ポイントをもらうことができます。この招待コードの登録の仕方がわからない方が多いと思います。ルルカもすごい苦戦しました。招待コードっていうものを送ってもらったはいいんですけれど、そもそも TikTok を一回も触ったことない人が、この招待コードを受け取るということで、普通はね、ダウンロードした際とかに招待コードの入力っていう画面が出てくるのが普通だと思うんですけれど、TikTok さん、そんな甘くないです。で、どうやってね、この招待コードを登録するかってとこなんだけど、招待コードの入力はね、とりあえず TikTok をダウンロードする。で、こっからの流れは全く一緒で、またトレンドに行きます。トレンドに行ってもらって、スワイプします。クーポンのページをクリックします。TikTok クーポンのページに行った後に、スクロールする。好きなクーポンを選びます。これに関してはどれを選んでもらっても大丈夫です。初回で登録したところでもらえるのは500ティックポイントなので交換することはできないので、どのギフト券を選択してもいいです。まあ、サンマルクカフェとかね。クーポンを選びます。もうすでにね、ルルカに関しては、登録する際にもう招待コードを入力しているので表示されていないんですけれど、この招待コードを受け取ることができる方に関しては、このページに招待コードの入力ページが表示されます。誰がわかるって話だよね。まあもちろん分かる方は分かるのかもしれないけど、招待コード入力画面みたいなのがあればいいんだけど、わざわざその TikTok クーポンのところまで飛んで、よく分からないクーポンページに飛んで、クーポンを選択して、なおかつ、この交換画面のところで招待コードを入力するっていうね、このね、TikTok クーポンっていうページ自体が分かりにくいのに、初めて TikTok をね、する人がね、このコードを入力する場所に気づくのかって話になってくると思うんですよね。多分 TikTok の招待コードって、招待したとしても入れることができない人がほとんどじゃないかなと思います。この招待コードが入力できるタイミングっていうのもかなり曖昧で、つい最近登録した方だけではなく、少し前に登録した方でも招待コード入力できる方もいるようです。ダウンロードしてから招待コードが入力できるまでの期間っていうのもちょっとね、表示がされていないのでかなり曖昧になっています。もしね、TikTok 登録していて、まだ招待コード入力したことがない方であれば、一度ね、この TikTok クーポンのページに飛んでもらって、好きなクーポンからこのね、招待コードを入力してみてください。そうすると自分にもポイントが入ってきますし、登録してくれた方、両方にポイントの方が反映します。またね、一度でも誰かに招待コードを使ってもらった方に関しては、さらにね、追加のクエストが発動します。もうこの辺なんだけど、友達に動画をいいねしてもらうと100ポイントもらえたりとかって感じで、追加のクエストが発動したりとか、それこそ周りでね、TikTok 始めるよっていう方に紹介すると、ポイントの方が発生してね、招待で貯まったポイントを最終的にクーポンに交換することもできるという形になっています。大体のクーポンがね、2000ティックポイントで500円分ということで、レートで言うとね、0.25 円かな。なので、一人紹介すると250円分ぐらいのポイントがもらえる形になります。
まあそんなにね、大きいポイントではないんですけれど、まあもらえるものはもらった方がいいんじゃないかなっていうことで、興味がある方はね、一度自分で登録してみて、その後にね、友達に紹介するといいんじゃないかなと思います。招待する際にはね、ルルカの動画を見てもらう、もしくはね、自分でこの招待コードの入力方法っていうのを教えてあげるといいと思います。今回一度自分で登録することによって、やり方わかると思いますので、これ TikTok 登録したばかりの方、絶対行くことできないと思いますので、その辺を教えてあげて入力するといいと思います。概要欄にもね、招待コードだったりとか、ルルカの TikTok の ID などもね、記載しておきますので、ルルカのね、TikTok もフォローいただけると嬉しいです。今後もね、いろんな動画上げていこうと思いますので、ぜひお願いいたします。今後もね、いろんな動画、毎日更新で上げていきますので、よろしければ、チャンネル登録、いいね、コメントお願いいたします。今回も動画の最後までご覧いただき、ありがとうございました。